電車南武線乗りまして、武蔵中原のちょうど操車場の上の高架になっているところ、そこで地震に遭いました。すごい揺れでした。電車がねひっくり返るんじゃないかと思うぐらい揺れて、そこに1時間ぐらい閉じ込められて、あと、乗り継ぎで、バス乗り継いで、生田の方から鷲ヶ峰からこっちに向かって帰ってきました。そんな思い出を、ある、こういう地震の時に、皆さん方の絆が大事だと、つくづく思っております。本当に大きな地震を忘れないように、皆さん方よろしくお願いしたいと思います。また今年は皆さん方に大変お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして県会議員の土井隆介先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。もう今年でね、4回目になります。早い4年ですね、あの震災から。だんだん年とともに、ちょっと感覚で言うと手作り感あふれる灯籠流しになってきたのかなという思いはしてます。まずもって今日はね、素晴らしい音響設備を提供している澤田さん、本当にご苦労様でございます。あ、3時から演奏されてるの、すごいね。澤田さんのこのスピーカーってすごいんですよ。安倍総理の直筆のサインが入ってるスピーカーなんです。後で皆さんご覧になってください。両側に入ってるのかな、確かね。ついでに言うと私のサインも入ってますけどまあそれはそれとしてですね、本当にもう4年目を迎えて、山崎さんからもお話ありましたけれども、風化することが、人々の記憶からあの災害が風化することが一番怖いんです。やはり亡くなられた方々の鎮魂、そしてこれからは未来に向かって、みんなそれぞれが、藤原さんもおっしゃってましたけれども、生きていくんだ、生き抜くんだという思いでこの 3.11 の日を迎えていただければというふうに思います。災害はまず自分の身を守ることから始まります。他の人のことよりまず家族のこと、家にいる人たちをまず守る、そしてみんな無事だったらお隣近所の人々とを気遣い、共に助け合う、この気持ちが一番大事だと思います。公の県や市や国の援助というのはその後になりますから、まずは自助、共助、この思いをですね 3.11 の度に思い起こしていただいて、災害に強い町づくりに、寄与していただければ、そして家族が未来永劫本当に元気で生き抜くんだという思いを強くしていただくことを心からお願いしたいと思います。被災に現れた方々の鎮魂、ご冥福と、そして何よりも今日ご参集の皆さん、本当に災害には負けないぞという強い気持ちを今一度持っていただくことを心から記念し、お願いしながらご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして衆議院議員の劉博文先生、お願いいたします。皆さんどうもこんばんは。ご紹介いただきました、衆議院議員の劉博文でございます。今年で4年目のですね、このまた灯籠流しをですね、山崎さんを中心にしながら、開催をされましたことに、心から敬意を、表したいというふうに思います。ちょうどですね、今年は、阪神淡路大震災からも20年の節目の年を迎え、そして間もなく11日に東日本大震災から4年というですね、もう本当にあっという間だなという気がします。しかし我々はあっという間でも、被災地の皆さん方にとっては本当に一日一日が長い、そしてまだその戦いが続いている。私も年に何度かですね、被災地の方、特に当時この3月11日に私は文部科学大臣政務官をやっておりまして、省で会議をやってた時にあの地震が発生しました。そしてその週末からですね、岩手県の方に入りまして、学校施設の、とにかく復旧ということに、現地に入り対策を立ててきたんですけれども、実はまだまだですね、校舎を、新しい校舎を、建てる場所すらが決まっていない自治体もございます。まだまだ仮設の住宅で、仮設の校舎で、学びを余儀なくされている子どもたちもいます。しかし本当に多くのみんなが一生懸命に頑張っている。そして私たちができることは、やはりそのことを忘れない。先ほど山崎さんが10年はやるぞと、
ということでしたけれども、来年は5年、そして10年と、もう一度ね、このイベントに、この灯籠流しに人をですね呼んでこようではありませんか。そしてこの多摩川からですね、東北にエールを皆さんと一緒に送り続けたいというふうに思っております。今日はね、寒い中ですけれども、皆さんと一緒に改めてですね、犠牲になられた皆さんの冥福を祈りながら、そして今なお被災をされ戦っている皆さんにエールを送る一日にしたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、衆議院議員の中山典弘先生、お願いいたします。こんばんは、衆議院議員の中山典弘でございます。4年目を迎えました。この4年間の中でですね、私たちは何ができたかということを本当によく国会議員の一人として考えさせていただきます。まだまだですね、本当被災者の方に寄り添いながらという気持ちはあるんですけども、実際のところですね、行政が被災者の方の気持ちに本当になってですね、これからの経済生活再建が見通しが立つところまで行ってるか、まだまだだと私も思っております。行政の皆さん、そして被災者の皆さんとしっかりですね、これからもこれは普段の努力をさせていただきたいと思っているんです。今日は多摩川で灯籠流しということでありますけれども、こういった多摩川、自然の大きな恵みが普段終わりになりますが、ひとたびですね、災害になるとまたその姿が変わってしまいます。そして今日多摩川で皆さんお集いになっていただいておりますが、先般下流の方では上村君、亮太君がですね、痛ましい事件が起こりました。でこういった多摩川が素晴らしい自然であると同時にですね、こういった物騒なことも起こりかねない、そういったところでもあります。皆様が普段からですね、多摩川に集っていただいて、お気持ちをこの地域に、この河川にですね、心を配っていただくことが、これから地域の安全であったり、そして災害の時に皆様がこの川の姿がどうなっていくかということをよくご覧いただいた上でですね、少しでも災害を少なくする、減災していく、そういったことができるんだと思っております。今日は皆様と一緒に鎮魂の思いで一緒に灯籠流しをさせていただきたいと思います。どうか皆様、今日寒いですから、お体ご自愛いただきながら、最後まで私もどうぞよろしくお願いいたします。今日はお疲れ様でございます。ありがとうございました。それでは続きまして、前衆議院議員の椎名剛さんより、改めましてこんばんは。この間まで衆議院議員やっておりました椎名剛でございます。今年で4年目ということでございます。私自身もですね、4年前の3月11日、自分は、ニューヨークに住んでたんですけれども、海外からこの災害が起きている様をですね、映像で、それから生の意見で、これをいろんな形でですね、客観的に見ることができました。その中でですね、やっぱり私自身も、この災害対策と、それから、被災者の救援ということをやりたいと思いまして、政治家を志す結構原因だったりします。でそれから2年間、私自身ずっと防災というテーマと、それから、復旧復興というテーマで仕事をしてまいりました。特にですね、この原子力のテーマで僕はやらせていただいてまいりましたけれども、必ず福島に行き、そして原子力発電所の事故の復旧復興の現状がどうなっているか、そしてこれから何をしていかなければならないのか、政治が何をしていくべきなのか、そんなことを毎回毎回考え、そしてそれをですね、政府に政策提言をしてくる、そんな仕事をしてきました。で、落選はしましたけれども、私自身はですね、やっぱりこの福島への思いですね、それから東日本大震災の被災者の皆様方への思いというのは、非常にやっぱり心の根っこに持っているものだったりもします。だからこそですね、私自身はこれからもそういった取り組みをこれからしていきたいなというふうに思っています。必ずやですね、やっぱり日本に住めない街があるということ自体がですね、やっぱり痛ましいことだと思うんですね。でやっぱりそういう場所をですね、必ず解消していかなきゃいけないし、心のふるさとというものを全ての人間が持てるような、そんな政治をしていかなきゃいけないんだろうと思うんですね。だからこそ私自身もですね、今日はこの福島の方々、それから岩手宮城の方々に思いを寄せながら、今日の